どうやら探していた三沢修一が妻の真由美宛に書いたものらしいが、無論署名は三沢修一の方だ。だがこの文章を書いた人間が真由美の探していた修一である必然性はこの場合ない。無論その逆もな。どうやら見えてきたな。見えない三沢修一の正体と目の前の殺人事件の真相が、全ての手がかりは出尽くした。あとは案件を解決するのみだ。しかしそれにしても、ここに出てくる組織とはやはりあの、どうやらきな臭くなってきたじゃないか。今、声が聞こえてきた。確かに人の声だった。また聞こえた。間違いない。どこだ？どこから聞こえてきた？また聞こえてきた。奥だ。この廊下のずっと奥から聞こえてきたぜ。この扉の向こうから聞こえてくるぜ。しかも声はあの真由美だ。チーフスペシャルに弾丸は5発、中の気配は2人以上なのは確実だ。5人以下であればなんとかなるな。行くぜ。We'll be right back.
あんたはアウトフィットの人間か？いい度胸だと褒めてやる、小僧。いいか、小僧。俺はお前をすぐにでも殺せる。だがそうしないのは、お前を殺しても何のメリットもないからだ。ご配慮痛み入るね。ところで、いい加減椅子にふんぞり返るのをやめないか。この女は大切な人間だ。大切だから丁重にもてなしてるところだ。俺のクイックドローは0コンマ数秒だ。残念だな。味な真似をするな。俺のこいつに対抗できるのはあやめくらいのもんさ。38口径でいささか頼りないがな。あんたの脳みそが筋肉だったとしても痛では与えられるんだぞ。なるほど。女を放せ。これでどうかな。お前がトリガーを引くより早く女の首が胴体から離れる。女などは関係ない。俺はあんたを撃つ。やってみるぞ。目的は何だ。まずその物騒なおもちゃをしまってもらおうか。しまったぜ。あれはどこだ。代名詞じゃわからんな。固有名詞を使え。ミツルギが隠した機械人形のことだ。機械人形。あのミツルギの指揮の子か。なぜそんなもの欲しがる。どこだ。知らん。嘘をつくな。嘘ではない。俺はそこの女に頼まれて旦那を探していただけだ。なぜここにいる。女がここで待っていると言ったからだ。この女は俺のクライアントだ。では貴様はネクサス関係者というわけか。ふざけろよ。俺は一匹狼だ。ネクサスなど関係はない。ではお前はミツルギの人形も知らないし、ネクサスの関係者でもないということだ。それ以外のことに聞こえたかい。いいだろう。でかい。2メートルはある。背中の毛は何だ。日本刀か。アウトフィットの殺し屋だろうか。向こうの死体はあんたが。向こうの死体？何の話かわからんな。とぼけやがって。小僧、お前の名は？阿行だ。阿行相馬。阿行だと？ありふれた名前さ。俺が知っている阿行というやつは、いくつもの闇の組織を潰してる極悪人という話だ。ものを知らんな。闇の組織を潰すのは昔から正義の味方と決まってる。これは驚いた。アイドラーの探偵にこんなところで出会うとはな。ここに何の用だ。彼女の旦那の浮気調査中でね。とぼけたやつだ。お前を殺すのはたやすい。そうかい。あんたも無事じゃ済まないぜ、ゴリラ野郎。めったな真似はやめておけ。お前の拳銃よりこの剣の方が早い。試してみるかい。チッ、この男の言うことははったりじゃない。さっきも、そして今も。このままやり合えばどちらかが死ぬ。お前を殺さないのは何のメリットもないからだ。そうかい。じゃあ俺もやめといてやる。お前はアウトフィットと関係がないようだからな。見逃してやる。なぜ俺が無関係だと思う。
アウトフィットの関連組織をいくつも潰しているだろう。それに甘すぎる。アウトフィットの連中なら俺が女をいたぶっているときに10回はトリガーを引くだろうよ。この男、何者だ。油断はできない。だがこの件からは手を引け。旦那の浮気調査からは手を引こう。忠告はした。どうやら助かったようだな。一方的にやられるつもりはないが、あんなゴリラ野郎とやり合ったらこっちも無事じゃ済まないぜ。しかし奴は一体そうだ、女が。おい、大丈夫か。真由美、しっかりしろ。大丈夫か。大丈夫じゃありません。縄を解くからな。そのままにしていろ。はい。真由美とはこれからのことを話さなくてはならない。そう、いろいろと話すことが多いぜ。気分は落ち着いたか。はい。アギョさん、私。何があったんだ。あの男が私を。落ち着けよ。もう奴はいない。俺とお前だけだ。落ち着くまでそうしてるといい。大丈夫だ。もう俺と君以外誰もいない。はい。なんだってあんなゴリラ野郎と。阿行さんへ電話をかけた後、あの男に捕まってしまって、ここで無理やり。それ以上はいい。私落ち着け。もう大丈夫だ。あのゴリラ野郎はもういないぜ。はい。それよりも向こうで冷たくなってるのは君の知り合いか。冷たくなってるって、人が殺されてるんですか。そうだ、胸をズドンと一発。そんな、ひどい。何か知っていないか聞きたい。そんな女性、私知りません。落ち着けよ。別に君をどうこう言うつもりじゃない。例えば、あのゴリラ野郎が何か言っていなかったかってことだ。別に何も。さっき俺が聞いた時も知らないようだった。しらばっくれてるのかもしれないが。あの男が殺したに決まってます。あの男は私を無理やり。それはもういい、落ち着けよ。こういう時は逆らわずに何でも聞いてやることだって物の本で読んだことがあるぞ。子供をあやす親の気持ちだな。私、あれ
からいろいろと考えたんです、秀一さんのことを。結論は出たかい？秀一さんは何か大きな事件に巻き込まれたんじゃないかと思いました。十分あり得るな。ネクサス社に問い合わせたらそんな人はいないと言われました。だがそれは偽名だった。はい、なぜ偽名を使うのかを考えたとき、ネクサス社から逃れるためなんじゃないかってそう思いました。俺も同じ考えだ。ですから秀一さんは何かをネクサス社から盗み出して、それを隠すために私を利用したんだと思います。旦那さんには少し酷な推理だな。そう考えないと辻褄が合いません。旦那は真由美のことをまだ愛してる。そうでなければ謝ったりしない。謝る？さっき冷たくなった女を見つけたと言っただろう。そこに旦那の手記があった。真由美すまないと書いてあったよ。嘘。本当だ。満に秀一とやらはまだ妻を愛してるさ。まさか秀一さんもすでにあの男に？どうだろうな、可能性は低くないが。あの男が殺したんだわ。ここで女性を一人殺しているんですもの。十分あり得るわ。そいつはどうかな？違うというの？俺が言っているのは可能性の問題でね。可能性？殺人事件の犯人の可能性は誰にでもあるということさ。まさか阿行さんが？おいおい、まあ可能性ってことではそういう考えもありだな。無論俺じゃないぞ。阿行さんはあの卑劣な男が殺人犯じゃないとおっしゃるんですか？まあそうだ。理由は何ですか？本人が否定してる。阿行さん！怒るなよ。否定してるのは事実だろ。それをそのまま信じるというの？彼が殺人犯じゃないって。いや、やつは人殺しだよ。殺し屋だからな、当たり前だ。だったら。あいつは殺し屋で100回死刑になっても足りないやつだろうが、小部屋の女を殺したかどうかはまた別の議論が生まれる。よくわからないわ。そもそも三更木秀一とは何者なのか、この疑問から俺たちは出発したわけだ。はい。少し長くなるが、殺人事件にもつながる話だ。いいかな？どうぞ。君は三更木秀一を名乗る男と結婚をした。ただし戸籍上のものではなかったかな？はい、そうです。そういえば結婚指輪はどうした？え？結婚したなら結婚指輪があるだろ。式から感じ取れる彼の性格からして君に送ったはず。なぜしていない？それはちゃんと籍を入れてから指輪を送るって。秀一さん、けじめをつける人だから。なるほど。後で送るとそう言われたわけだな。そうよ。新婚旅行中に立ち寄ったこの町で彼は忽然と姿を消した。周りの人間たちはまるで右へ習うようにそんな男は知らないという。無論人の出入りの激しい高級クラブやチェックインの時に姿を見せなかったわけだからな。しょうがないのかもしれない。その男は繁華街で買い物をし、日に100人を超える客が訪れるクラブで食事をし、ホテルのチェックインは君に任せ、
吸うタバコはごくありふれた銘柄のもの。写真も撮らず、常に人目につかず行動し、スポットライトを浴びることを拒んでいる人物。男は狡猾で、自分の姿を決して人に見せない。見せてもいると感じさせない。そんな人物が浮かび上がってくる。そうです、秀一さんは本当にいないんじゃないかと私も信じかけました。だがここで問題が一つある。なぜ男は自分がネクサス社に勤めていると言ったのか。ここまで見事に姿を消していたにもかかわらず、なぜ言う必要がある。秀一さんは姿を隠さなくてはならない理由があって、けど見つけてもらいたがっている。そう阿行さんは以前おっしゃいましたね。そうだ。だがここで俺たちを煙に巻く大きなトリックが一つ隠されている。